知恵も論理をすり抜けて曖昧もこに揺らいでばかり。じゃあ花火職人に花火渡そうか。おっとおったな。 GP 貯めよう。感激に転じる。花火の数はもう十分です。次は上演中の舞台へ上がる準備ですね。爆破の瞬間舞台に乗り込む、それだけだろ。爆破してからじゃ遅いんです。あらかじめ舞台の上にいてもらわないと。別にそんなことせんでもええやろ。役者でもあるまいし。ですからライトさんには役者になってもらいます。できるかそんなこと。できるできないの問題じゃないですよ。やるしかなければやるだけか。妹さんを助けるために自分から。すごいですね。僕には絶対できないです。できるできないの問題じゃない。やるしかなければやるだけだ。まずは花火を親方に届けましょう。舞台に上がる交渉はその後です。 OK。 こっからちょっと茶番が始まるんですよね。まあ、私はちょっと用意をしないとダメなんです。なんですが、親方は神の像の脇の花火スポットにいます。まずは花火を届けてください。その後に演出家のサザックさんと出演交渉です。はい、花火だ。これで足りるか。ああ、ご苦労って。おお、これは多すぎるな。でしょうね。舞台が吹き飛ぶぐらい派手にやってくれ。面白い。それも先生の指示か。本当にいいんだな。よっしゃ、引き受けた。ただしこんだけ花火を使えば当然危険が伴う。万一に備えての打ち合わせは念入りにやっとけよ。死人が出ちゃかなんからな。演出先生ときっちり相談しとけ。了解。火薬の量が多すぎること、親方に見抜かれてしまったでしょうか。見抜いていれば止めたはずだ。信頼する演出家の指示と信じて疑わなかったのだろう。ライトさんの正体も疑ってなかったですね。これなら役者も務まりますよ。私は素人だぞ。しかもぶっつけ本番だ。バックアップは任せてください。セリフや演技の段取りは通信で合図します。まったく頼れるナビゲーターだよ。ではセリフを練習しましょうか。人々を救えるなら命など惜しくはありません。人々を救えるなら命など惜しくはありません。こんばんは、期待してます。ライトさんならアドリブで対応できますよ。では、演出家のサザックさんに交渉して出演の了承を取り付けましょう。最終的にアドリブいいよかな、ライトニングさん。そういえばどっかにな、どっかにまだアイテムあってんけど取り忘れてるな。ね、こっちやな。決意の茨があったとこ。まあ、今はギルですね。OK。では、着替えよう。コーデチェンジスタート。というわけで、クレセントムーンでございます。この後、ライトニングに似合う衣装をちょっと取ってこいという話になって、ほんで、闘技場に参加して、クレセントムーンを手に入れて、で、ようやくそれで舞台に立とうという話になってるんですけど、まあ2周目なんでクレセントムーン持っております。その状態で今からサザクさんと話すとすごい茶番になります。ちゃんとお目当ての衣装を着てるのにそれではダメだとサザクさんに怒られます。待たせたな。花火の準備は終わったぞ。よし、舞台の特殊効果は万全だな。あんたの希望通りド派手な舞台になるぜ。神様の像がぶっ壊れてもおかしくないくらいのな。
もう分かってらっしゃるの。そんな危なっかしい舞台に上がるのはおめでたい役者だけだな。あんた何が言いたいんだ。俺の役者たちに文句でもあるのか。心配してやっているんだ。ご自慢の役者が花火で吹っ飛んだらどうする。危険な演出をこなせる代役が必要だ。そりゃそうだが、急に代わりの俳優なんて来るぞ。代役はここにいる。そうか。ここのライトニング恥ずかしがってるんだよ。これ照れとんね。派手な舞台を用意したのは自分が出演するためか。すがすがしいほどずうずうしいな。実に傑作、まさにクソ度胸。あんたなら解放者の役を任せてもいい。まあ解放者ですからね。出演交渉は成立だな。おっと待った、一つ条件がある。本気で舞台に上がる気なら主演女優として恥ずかしくない衣装を持ってこい。持ってきてますし、普段使っている衣装でいいだろ。もう着てますし、もうダメだな。いつもの女優が着る衣装はあんたのイメージには合わない。衣装が似合わん役者など俺の舞台にはあげられない。これが似合わんというのか。自分にふさわしい衣装ぐらい自分で選んで持ってこい。ひでえ邪魔。勝ち取ってきてもらおうか。もう前世でやりましたが、衣装を勝ち取るだと。闘技大会だ。あんたに似合いそうな衣装が大会の商品になっている。大会を勝ち抜いて獲得してこい。これはオーディションでもある。危険な舞台で演技をこなす実力があるなら大会なんて楽勝だろ。さあ闘技大会で勝利して解放者役の衣装を手に入れろ。その解放者役の衣装今着てますよ。今夜の舞台はあんたが主役だ。キラーン。ええ顔しやがって。闘技場で開かれるスペシャルマッチに勝利してフィナーレの始まる深夜3時までに衣装を手に入れましょう。衣装に着替えたら演出家サザックのところに戻ってきてください。で今この状態でまずサザックさんに話しかけるともう先に進めるんですけど、まああの闘技場一応あのゾーイさんの魂の解放ができるので、まあやっといた方がいいですね。面倒ではあるけども。舞台出演の条件は闘技大会での優勝。ライトさんなら何の心配もないですね。簡単に言ってくれるな。いえいえ、フィナーレの時間までに戻らなければ今夜の舞台は中止になってしまいます。闘技大会で敵を蹴散らしましょう。で相手はまたあれですね。ザルティスですね。ザルティス散々おもちゃにされてしまうな。